NG ワードの旅 in 川越。はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気に行きましょうぜ。お疲れっす。外っすよ、久々の外や、久々に。すごいいい場所だね、ここ。なんかいい空気が流れてない。ここはね、埼玉のその辺の公園です。で、もう久々ですよ、皆さん。車は2月以来ですか。マジでコロナ前ぶりじゃないですか。コロナ前だから皆さん、お待たせしました。うん、めっちゃやってなかった。お待たせしましたよ。嬉しいね。なるほどね。英語禁止か NG ワードで、Twitter でアンケート取って、断然 NG ワードが多かったんで。なんで？わかんないです。僕も英語だと思って。いや、俺的には英語禁止、俺が弱すぎるからじゃない。NG ワードとも弱すぎです。あ、そうだっけ？あ、そうだっけ？まあまあ、あれ運がちょっとあるけどね。あれまあ運要素。あ、そう、運要素もある。それでは今日は埼玉、この謎のとこから、まあ、謎上尾市ってとこなんですけど、はいはい、から川越に行って、はい、その辺でちょっと楽しみながら。いいじゃん。いや、懐かしくないしかも川越って。川越って川越って一回チャレ内で行って。そう、チャレ内で行って。確かに夜だったから店が全部閉まってるっていう。蕎麦屋しか開いてない。はい、行きましょう。はい、それで行きましょう。お願いします。で、ルールは前回と同じで、はい、1人所持金3000円持ってます。お小遣いね。はい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 。で、毎回一人ずつにこの NG ワードっていうものが与えられます、はいはい、で、その NG ワード言っちゃったら、左端に書いてある数字かける100分が控えるっていう。だから3って書いてあったら300円使えちゃうよっていう。だワードによってね、重さがね、うん、そうかそうか。で、これまあ普通にやってたら言わせ合わないんで、うん、まあ今日使った全額払ってもらうにしましょうか。ビリの人はね、ほんとやだよ。よっしゃ、頑張ろう。それでは、はい、行きましょうか。とりあえず川越の方面に、はい、行きましょう。じゃあ行きましょう。さあ、車内来ました。久々てか、星さん運転なの新鮮だね。うちの車なんで。じゃあ運転しないのいいな。めっちゃ楽だわ。どんな高級車乗ってんだ。いやいや、高級車じゃないだろ。この感覚といい。ベンツ分かるだろ。大体ベンツかどうか分かるだろ。ベンツせないですけど、ベンツですから、ね、いや、ベンツではない。こんな狭いベンツある。どこで見え張ってんの。確かに。こっからじゃあ、はい、NG ワード今から皆さん一つずつ引いてもらって、はいはい、そっからスタートになりますから。 OK。 はい、分かりました。でもこれずっとですからね。で、NG ワード言っちゃったら新しい NG ワードに取った。そうだそうだそうだ。 OK。 いやー、今から買うもの全てにお金かかります。はい、もう今あるのはいいのね。今あるものは大丈夫。すげー心配してから。いいのって言う。今あるのは OK ね。いいね。はい、だからお茶とか飲んでるのこれも OK ですね。 OK、 よっしゃ。じゃあ、たかしさん、はい、引いてきますか。うわ、怖っ。怖いな。じゃあ、下向いて。はい、うん、うわ、めっちゃあるな。70枚ぐらいありますか。めちゃくちゃある。はい、めっちゃいい感じじゃん。はい、俺らは見ていいのか。うん、俺持っていいんだよ。じゃあ出して、出して、出して。え、よ、今言っちゃいけないのか。バカかい。バカかい。あー、おー、何。いいじゃん、いいじゃん。あー、なるほどね。じゃあ、星さん。あ、これか。いやまだいいよ。おー、星さんこれね。はいはい。言いそうなんだな。あー、言いそうなんだな。言いそうなんだな。怖いな。はいはい。なんだ、言いそうなんだな。じゃあ、Kさん。あ、俺か。引いたら、じゃあ、いいよ。はい、これ、はい、ね、はい。何？OK。 いやー、どうなんだろうな。なるほどね。なんとも言えないね。なんとも言えない。じゃあ、これもうちょっと後ろに倒せる、これ無理。あー、それはね、倒せないんじゃない。倒すかっけな、わかんない。いいね、思いっきりバーンってやっていいんじゃない。いやいや、バーンってやっていいんじゃないってこと。バーンってやっていい。いや、やっていい、どういうこと。やっていいって、なんか怖い怖い。やるよ。なんかダメダメ、なんかわかんないけど怖い。どういうこと。意味がわかんない。やめようやめようやめよう、なんかわかんないけど怖い。やんないでほしい。じゃあなんでか、やんないでほしい。なんでかわかんないけど、なんでこんなおしゃれてんだ。運転してた時は全然違うじゃん。はい、行きます。よし、出発。運転ないといいね。まずどうします。とりあえず川越向かうわけでしょ。あの辺行ったらまた、じゃあ、誰が何するか選ぶやつ一応引いておきますね。もうそっか、どこ行くとかは何でもいいんだもんね。誰が決めるってだけ。ああ、ここ行って何をする、うん、ああそうか。あったね、あったね。とりあえず川越決まって、川越方面行った後、じゃあ、ああ、オッケー、それやっと、はいはい、もう入っちまってんのもね。始まってます。もう始まってる。言ってないよね多分。僕、ほんと気づけない人なんで。しかもさ、言ってんのに気づかず、編集も気づかずで、みんなが気づくパターン。それほどあんの。それはスルーでしょ。それはいいのよ。それはいいわね。そうそう、あ、要は編集のこの佐藤さんが、ジャッジが全てね、今回はね。確かに。え、こっから何分ぐらいですか。着予定は26分だから。あ、いい距離。お、近い。最初はね、気張ってられるんだけどね、後半もうね。小石さん、どこに住んでんの。
これは大丈夫急に急にだって今までさそんなの知ってるわけじゃん知ってることを聞かれるわけじゃんもねおかしくない埼玉県住所全部言ってます。それはまた別の問題だよ。NG だよ、坂さん。いや、住所俺言っていい？いや、ダメだよ。なんで、なんのはしゃぎ方なんだよ。ごめんなさい、俺、でいい住所。いや、ダメに決まってんだろ。なんでよ、いいじゃん。いや、なんでいいんだよ、ダメだよ。言うね、言うね。いや、なんで、だからなんで。やめた方がいいよ、さ。いや、当たり前でしょ。当たり前でしょ。言いたいな。いやいや、そういう言い合いになっちゃうよ。言いたいなこっちも言うことになっちゃうし久々だね、本当に今日はいい雰囲気だねねうんここですよ天気じゃなくていいやつからやってないんですかいや、最後どこ最後行ったのってどこマジで最後、車だとどこだろう横須賀マジで最後かなあれが最後じゃないそこ6ヶ月、7ヶ月ぐらい空いてるのあるからいやー何もしてないじゃん、カビちゃんカビちゃん何もしてない何もしてない何もしてないね、カビちゃん確かにですよまあまあぼちぼちやっていきましょうよって感じですねですねでも世の中的な、うん、まだ雰囲気的には、うん、あれなの旅はしていい雰囲気もうだってあれでも東京も GoToOK になったからあまあざもちろんあの対策はしてだけどだいぶやりやすくなったんだねねえいやーやっとだよねそうだねそうだよね、Kさん。いや、Kさんは異常でしょ。忙しそうだけど充実もしてそうじゃない。あのまあツイッターしか見てないから、ね、見てないから。サラリーマンやめさせた方がいいんじゃないですか、さん。言ってくださいよ。何どうしたどういうこと。あっちも楽しくなっちゃってる。そうあっちも。ああ聞いた。今正直あっちの方が楽しくなってんだな。やめた方がいいですか僕。やめないだろ。どっちですか。やめない方がいい。あそうなの。だって楽しそうなんだもんすごいだってツイッターだけ見たらさリア充で言われいや本当にそうねウーバーガチャやりましたそう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 いやもう一番 YouTuber みたいなことやってんだよなんかリア充でさいやあれねやったらわかるよきついのよいや違うんだよいやだからそれはそれも YouTuber のやつだからそれなんか青春っぽいよねねじゃきついのよあれやったらわかるよ17品目きた何が来るのタイ料理が来たタイ料理って何そうそういろいろあるからね、うん、辛いのかな本当にそのだから辛いご飯と、うん、なんかあんじゃんタイのベトナム料理みたいなやつあんじゃんいっぱいいっぱいあるからねそれメニュー名は見てないのマジで見てないのよほんとやばだからガチャなのよ辛そうだなあれなんでパッタイとかないのよくあるああそれはきっとあったと思うカオマンガイとかあそれもあったいやいやあんのかよ覚えてでもその商品名見てないのよああ見れないのえなんかジュースとかないのないない飲み物なし？水は飲んでる。来たー！やったー！やったー！よっしゃー！意外とこちらです。一発目計算。まさかオープニング計算珍しい。珍しい。いやこれうまかったんじゃない今みんな地味に仕掛けてますからねさっきから水はずるくないでも言わないから言わないから水ってもうねタイミングないなと思っていやこれよかった今うまかったな今ね高橋さんのパスがあったんだよよしよしよしじゃあ K さんの次のワードこちらですえ K さんのワードこれおーああなるほどはいまあまあはいはい一発目計算珍しくない珍しいなんかねやっぱ気抜いてるよ運転してないから確かにチャンスかもしれないおじさんの家の住所言っていいなんでだよカルカツもねカルカツもそんなやり返しか最悪でしょ合わないでしょ超人俺だったら NG ワード言うよ俺また嫌な攻め方するよなんか体育会系なんだよな攻め方かやってることがさ体育会系だもんねオラオラ系だこれなんもないねなんもなくはないんだよなんもなくないなんもなくはないんだよまあまあでもいい感じ久々に来たこういう感じ
すげえ上から見せる。今引っ越したから。確かまあしょうがないな。しょうがない。ちなみにさっきからそんな住所全面してますけど、住所関係ないですかね。なんだ。だったらなおさら言うなよ。なおさら言うなよ。ただ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  K さんの仕返しです。怖いんだよ K さん。いいよ、さん住所。だダメに決まってんだよな。じゃあ、なんでなんと、頭が悪いのかな。もしかして、え、よく働いてない。え、無理でしょ、普通。おさん住所っていい。やめた方がいいでしょ、これ、仕事。無理でしょ、これ、頭良くないでしょ。住所っていい。だダメだって言ってんのにさ、何回言えばいいんだよ、仕事やめた方がいいっすか。やめた方がいいでしょ。でもな、やめた方がいい。いや、でも幸せそうだから。やめてほしいな。何こういい雰囲気なんですか。いい雰囲気、まあまあいい感じだよ。すげえよな。いやだってこれだっていい雰囲気とか言ってさ、だってさ小屋木さんとかさ、ああ、え、よっしゃーよっしゃー、何、よっしゃー、300円です。ちょっと待って、来た、さすが。うわー、マジか。いやいやいや、さすがだね。セーバーをむしろなんなら小屋金さんかと思ってんだ。俺言ってなかった、今今まで言ってなかった。言ってないんだ、うん、言ってなかった。うわー、言いそうだよね。そうマジかよ、3かよそれ。3 3は大きいよね。でかくない、意外と大きいんだよな。あれこれ3なんだみたいな。はい、じゃあ高橋さん見ないでね。はい、言ったね。はい、はい、映ってるかな。はい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 、はい、いや、3俺。いやいやいや、俺の今の心境言っていい、うん、結構攻めて頑張って急に3。確かに。これなんか俺やっぱね、こうやって多分メンタルを削られてって言うんだろうね。意外にさ、ちゃんとした単語って言わないじゃん。さっき水みたいなことってさ、それを言わなきゃいけないけど、雰囲気って普通の会話の中で出ちゃうからね。いやまあ運だな、だからこれは。そうなんだ。くそ、持ってるとしか言えないんですよ。住所言っていい。なんで待ってるのか。何このやりとり。デジャブでしかないんだよ。何回やるの。言い返さない。天丼じゃなくてデジャブで。いや、ミスさんなんか疑ってる単語あるんですか。ってもらっていいですか、そう疑ってる単語。やばい。やばい。いやでも今ないんだよ。でも住所攻めをずっとしてるから、住所関連かと思うけど、でも住所じゃないっていうから。でも確かに住所を書くって難しいから。って言わないだろし、住所って。ヘコティ、ヘコティ、やめてやめて、やめやめやめ、ダメダメ、ヘコティダメダメ、ちょっとダメだ、無理、やめやめやばい、無理無理、おじさん無理、やばいやばい、それはおじさん、ヘコティ、やめて、無理だよ。言ったよ今、やめて。あ、言った。いやかかったよ時間、やっとだよ。いや、やめては言わないじゃん、ずっと。ああ、そうか、2。イエーイ、なんで2か、2か。いやいや、これで2かよ。まあ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 、いやいや、3だろ、3であるよ。2だろ、読めたって2だろ。すごくいい景色、結構なねえ、なんか旅感はありますよこれ。入間川、入間大橋。あ、入間川です。入間川です。互いに引いてもらっていいですか。じゃあ、行くよ。富士山がこれ。はい、おーい、なるほど。うん、ケイさん運転じゃない方が生き生きしてる。そうなんだよ。なんなのこのこの違い。楽なのよ。覚えてる今全員の。覚えてる、覚えてる、うん、よし、はい。A さんの会社って女の人いたんだっけ。いるよ。あ、いるの。うん、え、一人。何、どういう情前提条件。いや、なんかわかんない、一人っぽい。あの雰囲気のノリがさ、うん、どっちかというと男雰囲気じゃん。確かに、なんかこう、うん、女の人がいるなんかやる行為に見えない。なんなら昨日のは二人だ。なんかもうそれこそめっちゃ青春みたいな。ほんとじゃあ、あれでいるの。ウーバーガチャをやるとやりたいですって言うから。え、そのやりたいは本当にいやらしいみたいな。いやいや、違う、おかしいだろ。なんでぶっこんでくるの。急なゲームマスター。急なゲームマスターのぶっこみ急に出すから。いや、童貞の発音だったね。怖いな、女の人もいいんだね。これさ、鬼滅の刃見た。見てない。
すごい鬼滅の刃みたいな柄してるけど帽子鬼滅の大ファンパパみたいな黄色だけど今思えばこれそれ狙ってやっぱりなってるわけないなんで見てないんですか。いやなんで見てないんですかっていやなんか、まあ、前巻まず読んでないし、うん、なんかそんなに、うん、ごめんなさいハマってるわけじゃないんですよその帽子かぶってんのやっぱ。じゃあ最近映画行ってるんですか。行ってないね。たまにしか行かないからね。なんで行かないですか。え、なんで行かないよ。嫌い。いや嫌い。嫌いではないよ。極端だよ、ね、話が。で、あでも子供と行った。え何ですか。ね、ちょっと前だけど、うん、あとドラえもん。映画館。映画館。子供は行くよ。何映画何ちょっとやったもう2個言ってるよアホなんじゃないですか言わされてるI'm sorry.